はい、公認会計士税理士の山田信也です。本日は、勉強せずに会社設立をしたらどうなるのか、本当にあった怖い話です。 お送りする内容は、現代の簡単会社設立の闇、会社設立後に起きる悲劇、その1、株式会社の設立登記の流れ、会社設立後に起きる悲劇、その2、国のガバガバな個人情報保護、会社設立後に起きる悲劇、その3、などをお送りいたします。というわけで本日は、会社設立をしたらどうなるのかという話なんですが、昨今ですね、起業するぞ、あとフリーランスの方も法人化、いわゆる法人なりをするぞ、会社員の方も 副業をするぞ節税をするぞという理由で会社設立をされる方たくさんいらっしゃいますその中にはですね昨今のウェブサービスではですね誰でも簡単に会社設立ができるよとかフォームに入力していくだけで会社から設立できるよとか費用が安い一人で会社設立ということでサクッと会社は作れちゃうんですよねところがですね現在そこで大きな問題が たくさん起きてるんです。ちなみにですね、現在スタッフ募集中でおなじみの弊社、芸能文化税理士法人もですね、だいたい毎年20社ぐらいはですね、新しい会社の顧問をやるわけなんですけども、ご自身で会社を作られた場合、結構その後にトラブルが発覚しまして、すぐに討議変更をしていただいたりとか、最悪の場合は会社の作り直しをお願いすることもあります。それだけ会社っていうのは簡単に設立はできますが、本当はもっと事前に勉強したり、事前に 計算して作んなきゃいけないもんなんです。 それをしなかった場合、一体何が起きるのか、今日は大きなトラブルのうち、代表的な三つをご紹介したいと思います。まずは一つ目。銀行口座が全然開けない問題です。一体どういうことなのか。まずはですね、会社の設立の流れをおさらいしたいと思います。そこで一体何が間違っていたのか、というのは後でお話します。まずはですね、会社を作ろうと思ってからですね、最初にやることは、会社概要の決定ですね。会社名とか、会社の住所、株主に誰にするの、役員誰にするの、といった ことを決めますそれらにですね、会社の目的とかを書いて、電子定款というのを作成するのが一般的です。定款っていうのは、会社の憲法みたいなものですね。で、それを紙で作ってもいいんですけど、紙で作ると、4万円の印紙税がかかっちゃうんで、昨今は電子定款で作成するのが一般的です。で、それを、交渉人役場に持ってって、認証してもらいます。それが、2022年以降はですね、資本金が100万円未満だったら3万円、300万未満の場合は4万円、で、300万以上だったら5万円の認証手数料がかかります。ちなみに5 労同会社の場合はこの認証手数料は不要になります。 今回はあくまでもざっくりとした流れの説明ですからね。で、3番目にですね、資本金の払い込みですね。誰か一人ね。大体は株主とかの通帳に資本金を振り込んで、それを資本金があるよっていう証拠にします。で、4番目に登記申請書類の作成を自分で行うか、頼む場合は司法書士さんに頼むかして、5番目に法務局に会社設立の登記を行います。この登記を行った日が設立日ですね。株式会社の場合だと最低15万円、合同会社の場合は6万円。 かかりますで、ここからが本番で、6番目に、大体、設立登記をしてから1週間後ぐらいですね、履歴事項全部証明書という、会社は存在しますよという証明書が発行されます。これはいわゆる登記簿登本と言われるものです。で、この履歴事項全部証明書がないと、そもそも会社の銀行口座っていうのが作れないんですね。だから、会社の銀行口座って、設立前にね、作るって勘違いされてる方もいらっしゃるんですが、 この会社を作ってそっからこの履歴事項を全部証明書が発行して初めて銀行口座の開設手続きができます。で、そっからですね まあ、早ければ数日、遅ければ2ヶ月後ぐらいにですね、銀行口座ができて、そこにですね、もともと株主の口座にあった資本金を新しい法人名義の銀行口座に移して、そして最後9番目、銀行口座があるからようやくね、請求書とかもね、発行できるんで、そこから会社が本格的にスタートできるよ、という流れです。もちろんですね、それ以前に会社活動してもいいんですけど、銀行口座がないと請求書が発行できないっていう事態に陥るわけです。だから、会社っていうのは、登記をすることよりも、 銀行口座を開くことの方が大事なんですけどもここで起きちゃう問題っていうのが銀行口座が開けない問題なんですではなぜ銀行口座が開けなくなったのか今でもですね個人の銀行口座は簡単に開けると思うんですけども会社の法人の銀行口座って 昔はぶっちゃけ、どんな会社でも口座簡単に開けたんですけども、ここ5年ぐらいですね、めちゃめちゃ厳しくなっています。落とされる人が続出しております。それはおそらく、コンプラが厳しくなったっていうのもありますし、振り込め詐欺とかね、いろんな詐欺事件とかに使われちゃたまらんってことで、銀行さんもすごい厳しくチェックしてるんですね。じゃあどういうとこチェックしてるかと言いますと、審査のポイントは、経営の実態がちゃんとあるかどうかとか、まっとうなビジネスをやってるかどうかという点です。で、当然審査基準はもう銀行さんによってすごい すごいまちまちちですですが代表的な不利な要素を挙げますとまず設立して間もないとそもそも開かしてくれないっていう銀行さんがあります具体的には三菱 UFJ 銀行さんからはもう直接言われちゃいました車歴がないとダメですよみたいなことを言われましたもしかしたらね視点によって違うかもしれませんけどねそして事務所住所がバーチャルオフィスだとダメというケースもありますバーチャルイコール怪しいってわけじゃないんですけどねそして固定電話がないっていうのもマイナス要素です で、事業内容が分かりにくいっていうのもかなり不利です。特にネット系ですと、真っ当なビジネスなのか、詐欺なのかっていうのが、若干分かりづらいところもありますので、なんだそらって思われると、銀行口座は開かしてもらえません。あと、資本金が少ないのも不利です。今はね、1円でも会社ができますが、本当に1円で作ると、こいつやる気あんのかなと経営自体があんのかなっていうのを、まあ、疑われる当然ですよね。そして、合同会社も不利だと言われる説があります。やはり、株式会社だとしっかりしてそうだけど、合同会社、うーん、というね、苦い をされる銀行の方もいいらっしゃいますというようにこの判断基準は銀行さんによって本当にまちまちですから全部が全部そうってわけでも全くないんですが大ままかにここうういいうとが言われていますでは会社を設立する準備段階でどういうところに気をつければよかったのかと申しますとまた戻って。 設立の流れをご覧ください。まず会社の住所ですね。これをバーチャルオフィスにするのか、ちゃんと事務所借りるのか、もしくは自宅にするのか。これによって銀行口座の開きやすさが変わってくるってことですね。そして、丸3番の資本金ですね。この資本金の額も1円とか10万円とかだったら、ちょっと遊びかなと思われてしまうと。なので、本当はやっぱ100万円ぐらいはね、欲しいところなんですけれども、今は交渉人約万の定款認証料ね、一番ケチろうと思うと100万円未満なので、だったらまあせめて99万。でも本当はやっぱ 100万円以上がととしてはいいいかなとは思いますこの資本金をですね、いくらでもいいからといって、例えば、ニコニコで2525 25円とかだと、本当この人経営やる気あるのってね思われしまっても、ちょっと仕方ないかなとは思います。では、この銀行口座が開けない問題の解決策はあるのかと言いますと、ちゃんとあります。まず一番いいのはですね、知り合いや取引先から紹介してもらうってことです。 先ほど例に挙げた三菱 UFJ 銀行に法人口座を作ろうとされた方も取引先のねメインバンクだったんでそこ経由で設立を申し込んだら設立直後でもちゃんと口座が開けました結局口座が開けるかどうかって信用の問題なので信用ある人から紹介されれば結構どんな銀行でも口座は開きやすいですで知り合いがいないんだという場合はですね口座開設が難しい都市銀行は諦めるとで地方銀行や新金さんの方が比較的作りやすいです特に新金さんとかはですね申し込 込んだらその翌日ぐらいに新規の人がその本社住所もやってきて存在するねって確認したらもうその日のうちに口座ができるぐらいにフットワークは軽かったですもちろんねこれも銀行さんによりますからねでネット銀行もですね比較的作りやすいですもちろん落ちる方もたくさんいらっしゃいますでネット銀行が作れた良かっただけで終わってもいいんですがネット銀行だけですとネックもありましてそれは納税をですね銀行口座からね遠隔でサクッとできるダイレクトノフっていうのがあるんですけどこれがネット銀行では対応してなかったりあと節税の神と言われるです、ね 経営セーフティー協債もネット銀行だと入れないんですね経営セーフティー協債については私の過去の動画をご参照くださいで さらにですね、銀行口座を開きやすくする方法としては、ちゃんと事業計画書を作っとくと。で、それを出す。あと代表者の名刺も早めに作っといて、それも同時にですね、提出したりとか、会社案内とかホームページもあった方が開きやすいですね。で、既にね、取引があれば、その取引がわかる請求書とかがあれば、あ、この立派な会社と取引してるんだと。だったら信用できるかな。という形でですね、追加で資料を提出すれば通ったっていう事例もたくさんありますので、事前にですね、こういうのも準備しておくと安心です。それでは 勉強せずにに会社設立をした場合に起きる悲劇二つ目ですが、住所が開示される問題です。先ほども出てきました。法務局で登記をすると発行されるのが、履歴事項全部証明書。こちら実物なんですけれども、ここにはですね、会社の住所、本店所在地って言われるものなんですけど、それと、代表取締役の住所。 こちらが開示されております。で、この履歴事項全部証明書は、実は誰でも取得できるんですね。法務局に行くと、だいたい500円前後。そして、ネットでもですね、登記情報提供サービスというのを使えば、一社あたり332円払えば、誰でも会社の住所だけでなく、代表者の住所も見えてしまうんです。だから極端なことを言うと、ソニーとかソフトバンク、ニンテンドー、ユニクロといった会社の登記を見れば、代表取締役の住所もわかっちゃうんです。つまり、 個人情報がダダ漏れなんですよ。国はですね、民間企業に対しては個人情報保護をしっかりしろっていうことで厳しく指導してるんですけど、その国自体は社長の住所っていうめちゃめちゃ個人情報、プライバシーの塊みたいなものを有料で国民全員に公表しているっていう状況なんですね。これはですね、取引の安全のためにですね、昔から決まってるルールなんですが、やっぱり今の時代には合わないですよね。 なので、昭和の名残が今でも残っているっていうのが、この履歴事項全部証明書に代表者の住所が載っちゃってる問題です。で、住所がわかると、結局、不動産登記もですね、誰でも取れますから、不動産登記から、じゃこの人は一体どの銀行からお金借りて、家作って、みたいなことも全部バレちゃうんですよね。特に昨今ですね、社長自身の住所がバレたくないって方もたくさんいらっしゃると思うんですね。ストーカーがいるとか、クレーマーに狙われてるとか、副業がバレたくないとか。なので、住所開示されたくない方は、事前に登記をする前の段階で、 いいと考えななきゃいけないんです具体的な解決策を申し上げますとまず一つ目は社名を公表しないってことですね。 つまり、取引先にはですね、当然、会社名書いてですね、振り込んでもらったりしなきゃいけないわけですけど、ホームページとか、一般に公開するのは、ブランド名とか、野合的なですね、なんかサービス名だけにしといて会社名は出さないとか、あとですね、副業をされてる方に多いんですけど、代表取締役を別人にする。代表取締役は自分だとですね、名前だけだったら、いや、同姓同名ですって言えるかもしれませんが、住所まで一緒だとすぐにバレちゃいますんで、家族とか親戚とか、友達とかに代表取締役になってもらうっていうケースもありますね。あとですね、若干不正 気味なんですけども住民票の住所が履歴事項を全部証明書には載ってしまうんで住民票上の住所と実際住んでるのを変えてしまうと、まあ、よくあるのはまあ実家に住民票を置きっぱなしにするとかあと住む場所がね2か所あったらですね1か所に住民票を置くと、まあ、まあ若干ね不正の匂いがありますがストーカーとかクレーマーから身を守りたいという方はちょっと検討してもいいかもしれませんそして明らかに不正なんですけども代表取締役の住所を登記変更しないっていうことをやってらっしゃる方もいらっしゃいますつまり登記時点ではそこ 住んんんででたたただけけど引、まあ、引っ越しましたとで引っ越越しししまととら本来ははすすぐに登記の方もね変変ええなななきゃいけないいが、まあ、それはえないと特にですね、誰かに被害を与えるわけじゃないので、代表と締役の住所を昔の住所のまんまに置いとくっていう方もいらっしゃいますが、これは不正は不正です。ちなみに、この代表者の住所を公開するっていうのはですね、現在ですね、やっぱり個人情報保護の観点から良くないんじゃないかなってことで、改正が検討されています。現時点でも、ネットからだったら見えないようにするっていう話があるんですが、普通にね、法務局に請求すれば、紙の登記簿ってね、500円もあれば取れちゃうんで、 個人的にはですね代表者の住所っていうのはもう開示しない方向で全く問題ないんじゃないかなというふうには思っておりますちなみに会社の住所も代表者の住所も全部バーチャルフィスにしてしまおうって思った方もいらっしゃるんですが基本的にバーチャルフィスに住民票を置くのはアウトですからねなので代表者の住所を隠すっていうのは非常に難しい問題です 最後に、勉強せずに会社設立をした場合に起きる悲劇三つ目、車庫証明が取れない問題です。会社を作るとですね、会社の経費にするために法人名義で車を購入するっていう方が非常に多いんですが、基本 次にですね車庫証明というのは本社から直線で 2km 以内の範囲じゃないと車庫証明取れないんで車買えないんですよ車買っても本社の住所2キロ圏内なんで仮に会社の本社だけバーチャルオフィスとかですごい遠いところにした場合あれ車庫証明が取れないよみたいなことが起きちゃったりするんですねなのでこの問題の解決策はですね一番手っ取り早いのは所有者を会社だけど使用者を個人でしまう これで大体は解決できます。この辺りのことは、ディーラーさんもよく分かってない方がいらっしゃるんで、会社の住所だと社交証明は取れないですけど、みたいなこと言われたら、このように説明してください。で、使用者を個人にするっていう時に、例えば社長自身だったらまあ問題ないと思うんですが、仕事の関係で従業員の自宅のそばに車を置きたいと。でそこからまあ外回りしてもらうとかね、営業してもらうとかのために、会社の社用者を置きたいっていう場合は、これはかなり難易度が高いです。この使用者のところをね、従業員にし,てしまえばいいんですけど、仮にでも従業員がね、会社辞めたりとか、 引っっ越した場合ってその都度ですね陸運局に行っってて直さななきゃいけないけそれも大変ですから基本的には従業員がね車を使う場合はやっぱり使用者は会社になっちゃうんですよねその場合に従業員の自宅のそばに会社を置くっていうのは非常に困難でいろんな証明書ですねなんで従業員の自宅のそばに車を置かなきゃいけないのかっていうのを警察に説明する人が出てくるんですねなので従業員のそばに作用車を置くんだったらもう最初からその従業員をですね役員にしまうとかね役員だったら通りやすいんで そういった形で,ですね車はどこに置くのかっていうのも考えて本店所在地ととかかか役員誰にするのかとかを考えななきゃいけないいけっていうことなんですこの車庫証明に関してもですねもう警察署によって地域によってもう全然判断もバラバラってすることがあるのでこちらも事前に調べられるだけ調べた方が良いかと思います。といったわけで今回は勉強せずに会社を設立した場合どうなるのかということで銀行住所バレー 車についてお話しさせていただきました。で、実は、登記が不十分だったせいで、会社設立後にトラブルが発生するっていうのは、他にもたくさんいろんなことが起きます。ですので、今回の動画、もしね、いいねと思ってくださった方は、高評価を押していただいたりですね、チャンネル登録をしていただけますと、またね、この動画の第2弾とかもやろうかなというふうに思っております。というわけで、このチャンネルでは、税金ビネス投資経済のお得な情報とか、会社設立のようなですね、国の制度について、わかりやすく解説しようとしているチャンネルでございます。よかったら今後ともご引きに。それでは またお会いいたしましょう。バイバイ